ドラゴンクエストモンスターズ2イルトルカの不思議な不思議な鍵、実況者のエテポンゲです。よろしくお願いします。今狭間の世界に、モンスターをねスカウトしに来たんですが、ドークがいるんですよねえ、ドークがいるんでちょっと急遽ね撮影開始したのですが、なんだこいつ、ちょっと話しかけようか。おい帰れ。おエテポンゲさん、見てくださいよ、屋敷を取り巻くこの邪悪なオーラを。急にあたりが暗くなったと思ったら、王座の玉座馬が邪悪なオーラで溢れたんです。おかげで私はこんなところに追いやられ、もう何が何やら分かりません。単なる勘ですが、近々この狭間の世界ではとんでもないことが起きるでしょう。悪いことは言いません。屋敷の中にいる魔物を仲間にしたら早々に引き返してください。あ、注意事項を教えてくれたのね。了解、サンキューな。うん、なんかサンキューな。どうやらね、この狭間の城をね、乗っ取られてしまったみたいですね。光を奪うものだったかな。うん。確か、カメハ王子がね、開けた箱に入ってた何かにね、この城を取られると。まあまあ、それはいいんだけど、とりあえずね、ちょっとスカウトしに来たんで、うん。まあ、サクッとね、ここら辺のモンスター、スカウトしちゃいます。狭間の世界めっちゃ強いんやけど、マジ意味わからんし、ほんまにもなんだあれ。グレイトドラゴンとか意味わからんしも。帰り討ちやし。グレイトドラゴン強すぎワロタだわ、ほんとに。テンション100までアップして、スカウトアタックしたんですが、30% ちょっとしかいかなかったので、うん、逃げて帰ってきました。なのでね、うん、ちょっと、あれかな。すれ違った人の、モンスターを、搾取しましょうか。ね、結果そうなるっていうね。うん。さあ、思い出の戦いからいただいていきましょう。でね、もうそろそろね、このスクエア・エニックスのこの謎のゴーレム、そうそう、ステータスも見れるよっていうコメントいただきましたね。ありがとうございます。バトルに勝利すればこの人のパーティーのステータスを詳しく見ることができます。まあまあいいか。じゃあ対戦しようか。チームセットアップだな、まずは。あ、オッケーオッケー。全然問題ない。もうね、ダゴン、2匹目のダゴンをね、制作しましたので、うん。だいぶ強いですよ、このダゴンの2枚看板。うん。タコ統一パー作ろうかな。タコパーにしようかな、タコパーに。誰がたこ焼きパーティーじゃん。よし、行こう。命令させていこうか。そうだな。命令の。この悪夢の呼び声って何？敵を選ばず、4回連続でダメージを与える息の攻撃。賢さが高いほど大ダメージ。こいつバカだよな、絶対。そうだよね。そんなに高くないよね。まあね、みんなガンガン行ってもらって、ハグリンだけね。身代わりしてもらいましょう。うん。さみだれ切り。まあ大丈夫だね。耐えれるね。耐えれるよね。強くね。相変わらず強くね。まあまあ、こちら側もね。硬くね。おかしくねえか。もうメガンテって諦めんなよ。諦めるなよ。強くね？
こっちだって攻撃力500オーバーなのに。攻撃力500オーバーだぜ。ダメじゃ、ダメだダメだ、これ強すぎるわ。まだレベルももう40、50ぐらいなんだけどな。参りました。出直してきます。なんか最近負けてばっかりな気がするわ、もう。近畿ナンバーワンがもう、なおれだわ、もう。なんかこっちももう怪しいからやめとこうか。ちょっとセイラちゃん行こうかね。セイラちゃん行こう。セイラちゃん対戦しよう。近畿ナンバーワンの力見してやるからな。さあ何つかめ言うけねえ。スカウトアタックだ。まあ捕まえてない、なんかキャタピラ？うん、これにしようか。いただきます。まあ安定だね、これは。もう安定、もう3回いったら余裕。もうまあ2匹で余裕だね。もう2匹で 100% はいかないと。ハグリンとどめよ。うわ、微妙に 100% いかないパティンね。スカウト成功。キャタピラーレベル27って結構育ってるね。配合もしてないのに。セレちゃん、もうちょっと配合した方がいいよ。配合したらもっと強くなれるからね。うん、アドバイスしよう。これでスカウト OK。 じゃあルカ君ね、ルカ君、これも、あ、ステータス見れるんだね。勝ってるからかな、これは。いいじゃん、いいじゃん。いいじゃない。ブチキンかな。ブチキンいっとこうか。ブチキングいただきましょう。うん、そうしよう。スライムナイトでもいいんだけどな。まあスライムナイトそんなに作るのは難しくないですからね。ブチキンだ。スカウトアタック。ああ、けど結構硬いね。3回行こう。オーケー、よくやった。でお前も3回行こう。34、30.4、32、33。微妙ー、めっちゃ微妙ー。あー、成功するパティン、嬉しいな。ブチキング。ただね、このゲストのね、あの魔物たちは合計で3回その配合しないとね、このゲストっていうマークが取れないんですよ。うん、でそのゲストっていうマークがついているモンスターっていうのは確か大会にも出せないし、そのすれ違いとかにも出せないのかな。うん、そういう縛りもねあるんですよね。うん、けどどれも強いな、ほんと。ダークドレアも欲しいんだけど、これダメかな。これいきましょう。もうちょっとアタッカーがね、豊富だったら。アタッカー不足が否めないな。トナポンゲの方が攻撃力高いんじゃないか。そんなことないか。いけ。あ、間違えた間違えた間違えた。これで対戦すると。この下のなんか大きいやつが欲しい。うん、何なんだろうこれ。す、ダークマター、ダークマター、闇の
サウザントスライム。スカウトアタックやっちゃおうか。このモンスターは特別なのでスカウトすることができない。上のやつはいけるんだ。上のやつはいけるんだね。上のやつはこいつは大丈夫なんだ。こいつだけど近畿地方で確か配布されているなんかモンスターだったよっていう風に確かコメントで書いてありましたね。なんだ武神だったっけな、武将。うん、なんか地方によってね、なんか手に入れられるモンスターが違うと。うん、あ、新章小金。うんうんうん、旧新章エア13回行動。まあけど強いんじゃない。あ、けどランク D なんだ。まあけど、もうまあ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 、もらう予定ではいたんでね。うん、まあ2匹目って感じかな。まだ1匹目ももらってないけど。うん、まあとりあえず以上でいいかな。うん、これでいいな。セーブが完了いたしました。スライム系のモンスターの収集率が 20% を超えた。どうもね、ちょっとモンスターの数が、あ、このカブト小僧もね作っておきました。うん、フェアリーラットとミミックでできましたね。もう腐った死体とかどんどん転生したいんだけどな。まあ仕方がないか。じゃあそうだな、ストーリーの方に戻ろうかな。裏ストーリーだな。オアシスの鍵。もうね、レベル上げはね、しっかりしておきましたので、うん。十二分にね、戦うことができる。うん。スカウトはちょっと厳しいかもしれないけれど。ルーラで、ピラミッド付近。うん。スカウト用のモンスターってのを用意したいんだけど、これといってね、どれを使ったらいいのかがね、全く、うわ、またあいつ復活してんじゃん。なんだったっけな、名前。フィクシニオンだったっけな。砂漠のフィクシニオン。合衆！なんだったかな、これ忘れちゃったよ。まあもう安定のスルーだな。触らぬなん神になんとかだっていう、いうやつですね。てい！まあ尻尾触っても大丈夫と。まあ尻尾触っていきましょう。うん。で、ここですね。ここが、次の、裏ストーリーのね、入り口ですね。で、メンバーはね、とりあえずこれでいいかな。ワルフを入れときたいな。ワルフを入れとこうか。さあ、どっちだ？右か左か。左は行き止まり。ちょっと左覗いてみようか。行き止まりなんでね。なんかおるんだけど。あ、ドラキ、ドラキ。すごいドラキ。すごいいっぱいドラキ。すごい数。うわー、すごい数だ。ドラキの数がすごい。すごい数だ。うわあ！山。レア魔物服の型紙に。多分右側にも宝箱があるな、これ。うわ、これ出てくるよな。中から出てくる。出てくるよな。絶対出てくる。せい、待てい。あ、けど、この子ぐらいだったらスカウトできるんじゃないかな。マミー。マミー！メメー！メメーメ！ダメだー。きつい。やっぱりこの、AI2、3回行動だとか、AI2 回行動ってのは、スカウトには向かないのかな。そこのところをね、ちょっと明確にしていきたいな、今後の。今後の得手の課題。うん。よいしょ。もうぶち殺せよ。
ハグリンはちょっと MP 消費をちょっと抑えておいてほしいな、できれば。いいね、いいじゃない、ため来てボレー。それにしても硬いね、このマミ。あ、やっとすって、やっと倒れたか。その割には経験値もくれないし。なんだここは。もう、おー、いっぱい出てくる。もうマミーはもうスルーしていきましょう。またドラキーゾーン取らなきゃ。あー、もういっぱい来る、いっぱい来る。もう、あー、なんだこの辺。もうどういうこと。よし、駆け抜けろ、駆け抜けろ、駆け抜けろ。うわあ、かけろかけろ。エベルスピリッツ、エベルスピリッツ、エベルスピリッツ。賢者の聖水、こっち絶対宝箱だわ。取りに行こう、取りに行くよ。オーケー。レア勝負服の型紙4。もう型紙ってもう何をなあ。できればエビリスピリッツもね、エブルスピリッツもね、欲しいんだけどな。もうここら辺になったらもう道具とか使っていった方がいいのかな、燻製肉とか。まあいいか。あ、特技使うのにするんだったら入れ替えといた方がいいよね。ミルドラース持ちのね、ミルドラース持ちのスミス兄さんで行け。バルボーちょっと攻撃力低いな。守備もなんか微妙なのかな。エビルスピリッツの攻撃力が高いのかどちらかだな。もうあとはもうダゴンのね、ダゴン無双の始まりですよ、ここからは。ゾンビバーン。うん、ダゴン4匹作ろうかな。じゃあもう確定でスカウトできんじゃないの。無理かな。失礼しました。ちょっとあくびが出ちゃった。ちょっとね、今日も仕事明けでね、撮影しておりまして、非常にいい眠たいです。さあ進めていこう。また上に構えてる、構えてる、構えてる、構えてる。もうドラキーの数、エビルスピリッツ、魔王の使いとかも作りたいんだけどな。誰かが配合のやり方を教えてくれてたんだけど、何と何だったかな、ギガミュータンとかなんとかっていうような感じだったような気がする。ぶち殺せ、ぼやき、マイナス5。ぼやきはでかい、これはでかい、本当に。大丈夫だ、問題ない。黒い霧、麻痺攻撃。麻痺るなよ、頼むから麻痺るなよ。もう麻痺イコールもう死んだと思えだからね。オッケー、よくやった。スプリッツのゾンビバーンか、これで落ちるかな。落ちないと。外していく、カブト割って倒せないと。あ、灼熱でとどめを刺す、片方だけね。エビルスピリッツも作ろうかな、けど作れる素材がいないもんでね。素材の数が究極に少ない、今のエテの悩みです、素材不足。かといってね、スカウトできるかといったらできないからね、困ったことに。一刻も早くね、仕上げていきたいんだけどな。こっちに入り口があるな。そして奥にももう一つ入り口がある。じゃあ手前から行こうかな。うん、じゃあ上がってから切ろう。よし、じゃあこのね、ピラミッド2階、次回はね、このピラミッド2階からスタートいたします。ではご視聴ありがとうございました。